セーデルテリエは、スウェーデンのストックホルム県にある都市で、セーデルテリエ市の市長所在地である。人口は 64, 6万4619人。セデーティエとも表記される。首都ストックホルムの南 30km に位置する工業都市で、国際都市でもある。この事実は、ビジネスや文化、人口の面で如実に現れている。紀元600年頃まで、メーラレンコは、海の一部だった。 地盤の隆起で次第に海から切り離されてきたため、湖に飲まれたり陸に乗り上げる船があった。11世紀にテリエの名で記録に見られる。17世紀にストックホルムの北方で同盟の町が建設されると、双方の間で諌かいが起こったが、それぞれにセーデルとノールを冠することで決着した。後者のノールテリエは、今では人口2万弱の都市になった。 セーデルテリエは18世紀に直挙を菓子されたが、大北方戦争と薬病の蔓延で、人口はわずか200人にまで落ち込んだ。外国にルーツを持つ住民の割合は、約39%で、年に1.5%ずつ上昇している。最大の移民グループは、市内に5県の協会、2人の市協、2つのサッカークラブの他多数の店舗や協会を有するアッシリア系である。 アッシリア系国際放送局のスロヨ TV とするよサとはセーデルテリエに放送センターを置いている。イラク戦争の勃発で市内にはアメリカ合衆国とカナダを合わせたよりも多いイラク難民が到来した。移民にはこのほかフィンランド系、ユーゴスラビア系、チリ系が多い。言語ではスウェーデン語のほか、シリア語やアラビア語が話される。フィンランド語やセルビア語、 大二言ごとする住民も少数ながらいる。バルト三国、コーカサス、モロッコをはじめとする北、アフリカ、インドやパキスタンなどの南アジア、フィリピンや韓国といった東アジア、さらには南アメリカからも移民を引きつけている。フォルクスワーゲンのスウェーデン本社があるほか、トラック生産のスカニアや製薬のアストラゼネカが拠点を置く。セデルテリエ港はストックホルム地方。 第2の証拠である。市街の南 10km に位置するイエルナは、ラントメンネンアクサフードサービスの本社所在地である。アイスホッケー国内一部のホッケーアルスベンス館に所属するセーデルテリエース系は、市内のアクサスポーツセンターを本拠地にしている。サッカーでは1974年発足のアシリスカ、FF と1977年発足のシリアンスカ、FC が、 セーデルテリエフォトボルサレーナをホームとして共用している。バスケットボールのセーデルテリエ BBK は2004、2005シーズンのスウェーデン王者である。市街が面するメーラレンコは全長5 6トル深さ6 1ルのセーデルテリエ運河でバルト海に接続している。運河にはストックホルムヨーテボリ間のイエータ運河を通る蒸気船も航行する。 屈作は15世紀前半に愛国の市エンゲルブレクト・エンゲルブレクト村のソソの歌詞で始まり1819年にようやく完成1924年に拡張された。ストックホルム一帯で典型的な出順大陸性気候ではっきりした四季がある。高緯度のため夏には18時間以上日が出るが冬になると日照時間は6時間もない。 メキシコ湾流の影響で他の同緯度地域に比べると温暖で晴れる日が多い。年間の平均日照時間は1981時間である。夏の日中の最高気温は20度から23度、最低気温は15度前後で時に25度を超す日もある。冬はマイナス3度から1度の間で推移する。春と秋は冷涼である。年間降水量は1年を通じて、 少なめの539ミリ。12月から3月まで降雪があるが、降った雪は長持ちしない。ストックホルム県における1ストックホルム公共交通網の域内にある。市中心部から5キロメートルほど行ったセーデルテリエ南駅には、全国に向かうほとんどの列車が停車する。この駅からストックホルム公共交通網でセーデルテリエ地域の全駅へ行くことができる。 ありがとうございます。